Adia moe kansho. Adia san tose. Ada yo isa yo. あらえんやこりゃ どうか
何か例えていたなら愛、愛は背に住む鳥脇に縁へ、人は情けんの袖と親なんじゃい、あら縁やこりゃ、あら水に根のなき浮き草もあえ、ホタルうにゃ一夜の宿を貸す、うぞいひだなあさき枝みなさまよあえ、今宵一夜あのお付き合いと、なお行く末のごひいきよ、おんおこの口座にあるけれど、心下座にへり下り、いい名前の膝をやえと押して、伏してお願いを、おんおんおおおんおん、立てまんあつるぞえ、あらえんやこりゃ、あらよおいさあれわいさで、そんりゃこそたのむしょ、あれわいせよとこしょ、ありゃさんとこせ、さてもこの場のみなさんあまがたよ、あらえんやこりゃ、あらまかり出ました、わたくしがああ生涯武士に乗せまして、歌い上げば明日縁台は、ああ伊勢の三雲が世に誇る北海道の名付け親は、武四郎の一大金、声の出るまで枯れるまで変へ勤めますから、しばらくはがお耳拝借なくつかまあつるぞえ、あらえんやこりゃ、あらときは文政元年の梅の花咲く春の子おのえの村里に産声あげしおのこわり、これぞ松浦武四郎、七つで手習い十三伝へ、儒学を納めて早くから文化の道を志す、銭先端は双バイオリン、香る兆しの探検家じゃえ、あらえんやこりゃ、花もつぼみの十六伝、平松塾を退いて、お江戸目指して、初笑いへ世の荒波に揉まれてはんが、ゆと虚しく立ち返るんが、されど再びふるさと、お十七歳で後にしてん、諸国遍読民につく、これぞ探検の始まりで、足と目で感覚見聞きじゃえ、あらえんやこりゃ、あら幾度挫折につまずいて、なお文
の巡礼僧四国八十八箇所を訪ね訪ねて草まくらんあ十九二十歳で西国をああさらに西へと旅の空が天保九年長崎で病に伏して仏門の慈悲の恵みによみがえるぞえあらえんやこら鎖国時代の長崎港をオランダ船が出入りして西洋文化の花盛りに耳を知識に目を惑うに知性を磨く武四郎元の僧侶に身を置いてひたすら仏の道を行く平戸暮らしの五年間ここで心は開かれて平和北方に注がれるぞえあらえんやこらあらちょうどその頃ロシアのために蝦夷地は脅威晒されてんえ聞きすん禅の我が領土夕刻天を貫いてんえ守り抜かんと立ち上がる時は天保十三年父母の法要無事済ませ頭に曲げ乗せてんえかねて夢見し憧れの北へ言う四億旅立ちぬぞえあらえんやこりゃありゃさてもこの場の皆様よんのちょいとここらで息抜きに城さんが九州で不意に出おった追いはぎのこぼれ話を伝えたいたとえ刀は帯ずとも紐の太さは並外れその時少しにも騒がずに人間ミスの金子を与えてワンワンワンといてか開始させたとさんじゃがいあらえんやこらあら冬の津軽にとどまりてんえ時期が来るのを待ちあぐねんえ高架に二年の雪どけに荒れる海峡乗り越えて初めて映像の土を踏む情け自体に乗馬からあ渡り歩いてたどり着くああここは最果てにも凍る北の岬の知床に果てしえ我が耳の胸中ひじゃえあらえんやこらあら蝦夷を知るのに大事なことは土地の言葉と暮らしにアイヌをここの尾の友としてんえ膝を交えんえ
えて語り合う若き熱意の果てしろ熊やあぶかにおののいてんえ凝りも通わぬ山道を歩く不屈の冒険家島をぐるりと一回りへ目でしたたんがめんえた絵像に一しじゃえんあらえんやこりゃあ渡るたんびにアイヌの暮らし知れば知るほどほだされてんね悩みに苦しみむたけしろ地図に詩を書き世の人に蝦夷の実情を訴えるアイヌへかけた真心に思わぬ災い降りかかりん松前ハンターが狙われてんえ闇にやまれず身を隠しんえ江戸弟子柴神医のわびずまいちゃえあらえんやこりゃあ帰れ六年下田沖にペリーの黒船現れてんえ鎖国の夢を脅かし尊王攘夷の夜嵐が人の心に吹き荒れるちょうどその頃の金の宇野を獅子を育て得た松陰とここでくしくも巡り合いへ北の守りの大切さが夜をとっと信じて話し合うぞえあらえんやこりゃ旅が途絶えて五年目の夏に舞い込む良い知らせんへ幕府の命で函館の奉行勤めの肩書き伝へ北へ赴く武四郎アイヌと仲良く手を結びへ共に栄える友愛のお情けをかけて善を敷くこれぞまさしく何恥じぬ北海道の名付け親じゃえあらえんやこりゃさらにアイヌの案内でんへ初のカラフート探検に島をくまなく見て回り日本人では初めての地図を残した立役者カラフト元より来た千島が足を伸ばしにてアイヌ語で書いた地名が日本語の領土証を物語る国の歴史がここにありぞえあらえんやこりゃ菊は栄えて青いかれん明治政府の命を受け映像開拓に乗り出してその頃
カズカズアンア万古不朽の輝かん。さて晩年は美しい霊峰富士に見せられて、山を愛した武士よ、68で大台ヶ原、二人と登山を心みたぞえ。あらえんやこりゃ、あらえにも歌にも才覚のをあまた残した踏み草のを、一つ一つが文化財、波乱に満ちた生涯を、70歳で目を閉じる。さてもこの場の皆様よ、ちょうど時間となりました。三雲が生んだ探検家、武四郎の一大金言、まずはこれにて、さようなら、じゃあえ。あらえんやこりゃ、お聞き苦しきその中を、ようこそご辛抱くだされました。熱くまんあた御礼を申し上げ、それにまつけてもみなさまよ、あらえんやこりゃ、ありゃしょんがい踊りというものは、こりゃ最後に手打ちをせやならだぬ、あらえんやこりゃ、ありゃおなごを利用しゅうくんはあんるけんえれど、こりゃいよいよ最後のお手打ちじゃ、あらえんやこりゃ、ありゃここだよいところじゃ、しっかりお手打ち頼むしょ、あれはいせよいやせ、はい打ってくれ、はいもう一つせいの、はい妹さんの